はい。じゃあよろしくお願いしますえ。今回は小学校3年生の算数。大きな数の足し算引き算やっていきましょう。で、今回問題7問ありますので、できそうな子はね、一回動画止めてチャレンジしてみてください。で、問題見て少しね、難しそうだなとか不安だなって思う方は、今からね、説明していくんで聞いてもらえたらと思います。いいかな。では、早速ね、ポイントから始めていきましょう。で、今回ポイントに問題はないんですが、読んでいきます。いくよ。 同じ数の0や同じ単位は待ってて作戦が使えるということで、これ待ってて作戦使っていきます。で、もちろん大きな数の足し算引き算でも慣れてる方はすぐできるしってなってると思うので、別にこれ使わなくていいからね。ただ、こういう考え方もあるんだっていう風に聞いてみてください。例えば3000、3000足す2000。これはまあ3000と2000くっつければあれだよなって思う方もいると思うんですけど、待ってて作戦をあえて使っていくとね、 三千と二千。同じ数のゼロです。同じ数のゼロ。ということで今、こっちはゼロが三個あります。こっちもゼロが三個あります。同じ数のゼロだったら、ちょ、ちょっと待っててってやることができる。ちょっとバツつけちゃおうかな。えい。えい。三個三個ね。で、待っててにしたので、数字が三と二に変わりました。はい。三足す2は、そう、五だよね。五。で、今同じ。 03個ずつ待っててしたので、それをもう一回戻します。3個だったもんね。はい。5000終わりっていう。これで終了です。こんな感じ。待ってて作戦はね。じゃあ次、9万足す2万も行きましょう。ここ、0が4個、4個で待っててが使えるので、待っててもらいます。ちょっと待っててね、つって。そうすると9、9足す2ができます。はい。9足す2は、素11だよね。 だから、十一にして、今、四つずつ待ってもらったので、同じく四つつけてあげましょう。なので、答えは十一万となります。引き算になっても同じ。ここ、アウトとっとっと。<laughs> よっしゃ。ゼロが三個。こっちもゼロが三個ずつ待っててをしましょうと。そうすると、十一引く七になります。だから、四だよね。 で、0、3個待っててもらったから、はい、4000。だし、で、ちょっとここは鬼をつけました。なぜかっていうと、ちょっとミスがしやすい。でね、あんまり0をちゃんと数えないと、あ、78と4がある、78-4して、えっと、74。で、あ、0、3個、3個、みたいなね、やっちゃうと、ミスになっちゃいます。で、これは、よーく見ると、こっち0、3個だよね。でも、こっちは0、4個あるんです。 さっき言ったみたいに、同じ数だけです。0は。だから、こっち4個あるんだけど、待ってて作戦に使えるのは3個分だけです。だから、3個待っててねって、やると、残った数字は78-40ですい。40。だから78、78-40。あの、筆算やってもらっても構わないからね。やると、これは38になります。38。 で、0、3個ずつだから、はい、0、3個つけます。つまり、3万8000。これで、OK。いいかなこんな感じで、0の数、ずれてるときは、ちゃんと同じ数の0にしようっていうのを意識してください。いいかなで、もう一個、同じ単位も、待ってて作戦が使えます。ここ、14万と5万があります。ほら、同じ単位で、あ、赤にしよう。ごめん。同じ単位だよね。万と万。 だから、この子たちもちょっとごめん。待っててって。待っててもらいます。だから14、14足す5ができるので、はい、19で、待っててもらった万をつけてあげれば答えになりますと。こっちも同じ。奥になってますが、同じ単位。奥と奥なので、はい、待っててが使える。つまり19、19-13できるから6になると。で、待っててもらった 奥をつけてあげれば、OK、と奥を待っててもらったのにここ「万」に変えたらもちろん×ツなっちゃうからね逆のう万」満を待っててもらったのに「奥つけちゃダメだよあとはまあみんなのね教科書とかにはないと思うんだけど19億 =13 万みたいなになってたらもちろん単位は違うので待ってて作戦は使えませんまあほぼないけどねいいかなこんな感じでやってくださいでは最後いきましょう さあ、3つあります。ちょっとめんどくさそうだね。8万引く3万6千足す1万7千と。ただ、こうなってても使えます。で、1個ずつやってもいいし、一気にやってもいい。ちょっと一気にやってみようか。はい。ここね、0、4個いきたいんだけど、こっちが0、3個、3個なので、ここね、0、3個、0、3個。なので、ここも0、3個でいきましょう。いい。0、3個でね。そうすると、残った数、ちょっとこっちに書きます。 80引く36足す17になりました。これ一気にやるの大変だからね、筆算してやっていきましょう。まず80引く36、よいしょ。0借りてきま、あ、ロね、引けないから10貸してくれってことで7にして10を借りましょうと。10から6引くと4。7から3引くと4。つまり、ここ44になりました。ここね、シャ、シ四44です。 で、四十四に十七を足すので、ちょっとつなげて書いちゃいます。四十四足す十七、七足す四は十一。四足す一足す。今、繰り上がった一がいるから、五、つまり五十一。おーおー、間違った。ごめん、六十一だね。六十一になりますと。だから、今、これを計算したら、六十一になりました。では、それを書きます。六十一。 で、今、待ってて作戦で、待っててもらったのは3人です。0さんね。じゃあ、0さん3人、もう一回つけてあげれば、答えが6万1000でせ、せちょっと切れてた。下げます。ごめん。<laughs> ちょっと下げるね。これで正解となります。まあ、本当はね、例えばこの3000たす2000っていうのも、みんな1000円札って知ってるよね。3000円ってさ、1000円札何枚だ ?3000 円。そう。 3枚だよね。これが3000です。1000が3個だから。で、2000も、1000円札が2枚だよね。つまり、1000円札3枚、1000円札2枚、くっつければ、1000円札5枚だもんね。1000円が5個あるから、じゃあ5000だよね、とか。まあ、1万円とかもそう。そういうふうに考えるものなんだけど、もしね、計算するのがちょっと苦手だなって不安だなと思ってる方は、まずね、この待ってて作戦、使うことができますので、ぜひここからやってみてください。 はい。という感じで、今回はね、大きな数の足し算引き算やっていきました。次回は10倍、そして100倍っていうね、倍っていうやつをちょっとやっていきますので、よかったらそちらもぜひ見てみてください。それでは、今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。またね。バイバイ。